アロハカズキです。アロハピノです。今日撮ってるのが10月の29日で、ちょうどハロウィン前なんですけど、今日はピノと一緒にいつものねお散歩の様子を撮影して、でね、その周りのねハロウィンのデコレーションの様子とかも一緒にご紹介できればいいなと思ってます。お散歩行ってきまーす。はい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 。ピノ、ピノ、お散歩行こうか。散歩は大好きなんやけど、リードつけるのが嫌いなよね。はい、ここに隠れて、リードつけたくありませんっていうね、ところからのスタートです。ドン。まだ地面が濡れてる。最近あれだよね、10月がめっちゃ毎日雨降ってるよね。まあ、季節の変わり目だからね。でここね曲がったぐらいからね、結構ハロウィンの装飾してるね。今年でも少ない方で、今年ちょっと少ないよね、あれ、いや面白いあんまなかったな今年。ビーチに到着。ピノはね、もう最初はビーチも嫌やって言うけど、もう今はこのビーチで遊ぶことが何よりの楽しみっていうの。ワンちゃんとかが他にいなかったらいつもリードを取って、もう自由に、もうフリーにビーチで遊び回ります。あ、今日全然波ないね。今日はフラットです。もう11月になるけどこういう日もあります。ピノにとっては今日は海に入れるから嬉しいんじゃないかな。いいよ遊んで、ほら見て、結構朝早く来るといつもね、あんまりまだ散歩してる人とかビーチにね、こう人も少ないから結構自由に遊べます。あー気持ちいいね。本当にピノ買ってから毎朝こうやってね散歩するようになって、私自身もすごいね、朝こうやって散歩するだけで、本当海のね近くに行くだけで本当気持ちいい一日を送れます。ピノもねもうすぐ9ヶ月かな。まあ結構ね寂しがり屋さんでね、結構ね頑固でね、こうやっぱ買い物とかこうタウンとかにさ行く時とかで、今ノースショア道1個しかないのに、道ほんと1個しかないのに、そこをいつも昼間朝の8時半から3時までいつも工事をしてて、もうすごいいつも渋滞で、だから往復4時間ぐらいかかっちゃって、感じで、まあ、普段私用事がない限りは結構ほとんど家にいるから、7時間以上ピノも一人でこうお留守番とかしちゃうと結構まだきつい感じで、買い物とかタウンに行くときはちょっとシッターさんに預けたりっていうのを最近やってるんですけど、ピノーおいで、食いしん坊だしまだ全然わがままだから、やっぱパピーだしずっと見て、やっぱりずっと見とかなあかんから、なんか最初の時はいろいろちょっと他のワンちゃんのドッグフードを次の日動けないぐらいになるまで食べてしまうっていうのがあって、で2回目預けたところはピノがわがまますぎるから NG 食らって、近いからだからもうちょっとねしつけとか頑張っていきたいなって思うんやけどカニが穴を掘って中にカニがいるんだけど、それをねいつもこうやって掘って、どこまで掘る？すごい。今日は宝物見つけた？いつももう毎朝砂まみれ。ピロ、宝物あった？
あ、またカニの穴発見。カニの穴発見。もう永遠に穴掘って遊びます。全然ビビってもしてない。今波かぶっても今からすると頭オーバーの波お家帰ろうか。ハロニーのとこ行き。ミノ。はい、good girl。塩水飲んでんな。そう。いつも毎朝ピノと散歩行くと私もドロドロなります。水落として、でもだいぶ慣れてきたよね。そう、顔以外だったらそんな嫌がらない。いや違うね、嫌だね、嫌だね。チューブチューブ、ナイスグッドでね。はい、バスタオル引いてきましたよ、ピノさん。はい、バスタオルの、はいはい、どうぞ。はい、どうぞ。はい、このバスタオルの上で、はい、湯を拭いて、はい、拭きます。全然今年ハロウィンの装飾してなかったね。納車のあたりではこの通りが結構ハロウィンの装飾とか賑わうので人気で、結構みんなね、この通りにハロウィンの時はいろんな人が遊びに来るんやけど、カズキがいた3年で一番少ないよ。いや全然、コロナの時の方がまだみんなやってたよね。なんでやっぱ高いからかな、お金の問題なのかな。ちょっとびっくり、すいません。そうだから、いろいろ見せたいとか言って行って、全然やってなかったね。まあでもね、今日はこうやってね、お散歩の、いつもね、こんな感じでお散歩してて、皆さんも一緒にお散歩を楽しめたかなと思います。ピノはいつもこの後、いつもびっちょびちょに帰ってくるんで、このベンチの上で乾燥、ドライタイムですね。今日はピノと一緒に、いつものね、お散歩風景を撮影しました。皆さんも一緒になんかお散歩した気持ちになって、癒されたら、少しでも癒されたら嬉しいです。ってな感じで、本日は以上です。では皆さんもハロウィンなどなんかいろいろ楽しんでください。マハロー。